まずはベイスターズの先発ソリスが横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。ファウルになります。まあここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。まずはベイスターズの先発中川が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれる。近本が打席に入ります。さあ注目の立ち上がりです。アウトコースボール、落ちるボール空振り。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。4番バッターソラーテ、ワンアウトランナー1塁です。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。変化球を振らせました。2ボール2ストライクです。